ハロー竹上です。ということで本日こちらくら寿司までやってきました。このくら寿司、前原宿で行ったさ、変わってるくら寿司なのね。ああ、はい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 。まあなんかこう海外向けにいろいろアレンジしたみたいな感じの、まあ、店舗なんですけど、ここがね、もうほら見て、大阪といえばの場所ですよ皆さん。あの針とかも動いてるやつ、道頓堀の、まあまあど真ん中にあるくら寿司なんですけど、まあこちらで今回ですね、ちょっと私考えました。大学生がめっちゃ見てる。えぐってガードマン好きなんかな。というわけで今回の、検証です。果たして回転寿司くら寿司さんで1万キロカロリー食べきれるのかどうかやっていきたいと思います。1万か、1万食べきれるのかって、その検証やね。今までもう割と大型企画やんか、毎回。まあまあまあ、そうやね。くら寿司ってさ、カロリー低そうなイメージあるやん。結構食わなあかんわけよ、量をかなり食わなあかん。まあ、そこで1万キロカロリー達成できるかどうかっていう感じの、企画でございます。中入っていきますか。はい。めっちゃ噛むやん。今日したんっつったよ。写真だけね、そうなんよ、今日ちょっと盗撮していいよ。ありがとうね。あ、どうもありがとう。観光で大阪に来たら、ほんまに大阪にたこ焼きっておんねんなってみんな思うやろ。では早速やっていきましょう、たこ焼きショー。店内に着きました。めちゃくちゃカラフル。あの個室があるくら寿司さんって感じだな。はい、はい、はい。というわけで席に着きました。完全個室です。まあ、ということで今回まあ1万キロカロリーということで、かなり食わなあかんやんか。はい。まあだからその1万キロカロリーって言ってるぐらいからさ、まあ、カロリーが気になるわけよ。うん、まあまあ、普通にそのまあ体重を維持する身としてさ、まあなので正直カロリーが気になるんで、食べる前にこのサプリを飲もうと思います。こちらです。これで気にならなくなるかなっていうので、その名もズバリカロリー気にならないサプリということで、糖質そして脂質に着目した、食べたいを我慢しない、糖油を気にせず、まあ、言ったらそのしっかり食事をしながら健康的な食生活をサポートするサプリメントでございます。イエーイ、案件でございます。イエーイ。じゃあこのサプリを飲みましょうか早速。はい。とりあえずここでは1粒ずつ飲んでいきたいと思います。1日3粒が、目安みたいですね。脂質の方も飲んでいきます。飲みやすい。じゃあ検証スタートしていきますか。はい。とりあえずもうじゃあ好きなだけ頼んでいいよな。なんかね、サイトでカロリー表みたいなの載ってて、まあ、言ったらそのどれが一番低カロリーか、どれが一番高カロリーかみたいな、もうジャンル別に載ってたりするよね。でラーメンやと今ね、なんか味噌ラーメンみたいなのがすげえ高いっぽいから、どうせやったらそれいきますか。はい。さあこちら届きました。バターコーンラーメンと漬けマダイで、中トロエビマヨみたいな、そのねエビマヨがなんか軍艦の中で一番高かったね。あ、そうなんや。そうそうそう、だからとりあえずそれを4個頼んだって感じやね。で中トロも1貫にしては高かったから頼んだみたいな。でまあクラポテトも472キロカロリーで、まあ合計3470でございます。なるほど。それでは検証スタートいただきます。バカクソ腹減ってるからな。ずっとでもな、でもさ、でもこれ行き過ぎたんちゃう、その動画的にさ、ちょっと頼み過ぎたんちゃうかと思ったやん。ああ、まだ3000やね。3分の1、あとこれを3回繰り返さなあかんってことやからな。確かに。うまい。でも寿司屋って言ってるのに一発目ラーメン食ってるけど。はい、いただきます。うん、うめぇ。まあ、でも結構今回こう考えてやってるやんか。この商品やったら結構高カロリーやからいけんじゃないみたいな。うん、そうやね。とか言いつつ達成できるのめっちゃ不安やけどな。だってなんかドライブスルーかでなんかやったけどめっちゃ時間かからんかったっけ。1万めちゃくちゃかかった。うん。頭回ってきたわ。頭回らんぐらい腹減ってたから。おじんじん何も食ってなかったからさ。中トロもいただきます。で今回ね、1万キロカロリーというのを1人で達成するのはもう割と不可能なレベルのカロリーの多さなので、ちょっと一緒に手伝ってもらいます。はい。ラーメンも2つ頼んだのは、どうぞお願いします。てかちょっとみんなに聞きたいことあんねんけどさ、旅館とか泊まるやん。いやなんかこういろいろ動画でさ、日本一消化低い系みたいな感じのとこ行ったりしてるやんか。でプライベートでこの前旅館に行った時に、まあこう費用対効果的な別に悪くはないけど、この値段でマジかみたいな旅館があって。
て久しぶりにこの前もうオフやったよ。休んでて、まあ、旅館泊まるみたいな感じで、まあ、旅館に行った時やねんけど、どうなんやろっていうの聞いてほしい。ちょっとみんなにも、まあ、まず一つ言えるのがマジで高かったんよ。あ、そうなんや。これが1万2万3万とかってそんな言ってないけど、今まで泊まった中でそんな高いのないわぐらいやったよ。そう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 。で、だいたい旅館とか行ったら車つけたらその来てくれへん。はい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 。それがない。まあ、別にええねんけど。で、部屋まで荷物一緒に持っていくとかあるやんか。うん。あれもなんか、あ、なんか持ちましょうかみたいなところで、なんか手にコンビニのやつ持ってたから、あ、じゃあこれって言って、はいはい、みたいな。え、友達やんって思って。で、部屋に露天風呂ついてるみたいな感じだったけど、まあまあこれは自分が見落としたのが悪いんだけど、めっちゃちっちゃみたいな。なるほど。めちゃくちゃちっちゃくて、で夜の23時ぐらいに歯ブラシがないって気づいて、そもそもなんで歯ブラシないんと思って洗面所に電話したよ。電話出会んねん。もう一生3分ぐらいかけても、でかけ直しもないから、もう1時間ぐらいにかけたら出たけど、で朝方謎の音で起こされる。これどうなの。低いとこ行ってきた。いや、違う、プライベートで行かんの。プライベートで、よし、ようか、低いとこ今回なれへん、なれへん。もう前も言ったけどな、なんか前コメント欄に書かれてた。いや、たけやき、喋ってないで食えよ。いや、違う、プライベートで俺一人でずっと喋ってるわけないやん。動画、仕事。いや、ビビったね。その経験あんまなかったからさ。これちょっと悪いよな。確かに、それはちょっと悪いよな。聞いてる限り、料理はどうした。めちゃくちゃうまかった。まあ、だから、あ、そこで多分 9.9 割ネタ取っていかないだろうなと思って。っていう話が最近ありました。でもあなたも最近旅行行く予定あるみたいじゃないですか。ああ、そうなんや。どこに行くんですか。ちょ、北陸の方に。何から？あの、誕生日やから、あの、どこ行くかわからんの。ああ、サプライズ。そう。とりあえずなんか奥さんからのサプライズみたいな。あ、そう。これちなみに男の子か女の子かっていつ分かってるんやと。今月末。待つか。じゃあこの動画の時はまだ分からんか。いつこれあげんの。25。あ、じゃあ分かってるわ。分かってる。11月の22やから。おお。まあじゃあテロップ出しておきます。ずっと女の子が欲しがってた、兄の子供の性別はこれです。女ってなってるかな。これはおもろいな。絶対男と思う。絶対に。いいですね、サプライズは。サプライズされてそんなでよくなったら何も言われへんよな。絶対無理やんな。ご飯も。なんかトルテッカってある。なんかめっちゃ高いです。これある。なんぼなん。194。じゃあ4個頼む。頼む。もうだとそれだけで800円。でも冷静に考えて、多分作戦としては偽やで。なんで？この軍艦4個に対して800なんぼは多分少ないと思う。多分もっとあったんじゃない？中トロとかさ。何これ、幻のトロテッカ軍艦とかある。これなんか珍しいなと思ったんや。じゃあ今調べてたら、タッチパネルでたまたま見つけた幻のトロテッカ軍艦、実は公式のサイトのメニュー表にも書かれてないんで無駄メニューやねんって。もう一皿頼もうと思ったんですが、時すでに遅し、タッチパネルに出てきませんでした。数量限定っぽいとし、めっちゃおもろいやん。すごい。ただ一つ言っていい。何？公式にも載ってるんかな。載ってなかったらあのカロリー計算できるから頼まれへんっていう。どうしたらいい。さあ、届きました、幻の。とりあえず、いただきましょう。めっちゃうまいねんけど。しかも、ニュー自体めっちゃ綺麗。これまじ当たりやわ。まあ、お昼の3時、4時とかなんや。だからこそあるんかもしれんな、もしかしたら。でも、結局カロリー分からなかったんで、これ脳幹で。最悪。よいしょー。さあ、2回目注文しました。こちらです。ただいまの合計6786キロカロリーです。合計。なんかカニの何やったっけこれ、めっちゃいいよーって言ってたやつ。豪華カニ盛り合わせ。そう、豪華カニ盛り合わせ。これいいよーって言って商品名だけ見てんな、うん、これ何カロリーやったっけ。229。あ、すごい、229。量多くない。そういうの思った。1貫とかって思ってた。そうこれで言ったら50個弱食わなかったと思うな。これをこのセットをさ。いやでもどれもうまそう。なんか伝説の唐揚げとか送ったことないんだよ。最近唐揚げマジでハマってて。おお、食べてみて。作った裏で揚げてきたもん。もうちょうどいい一口サイズ。あ、うまいな。そうやろ。そうやろってないね。あ、ちょっとなんかスナック感覚っぽいな、うん、スナックおやつみたいな、なんかこうサクサクっとしてる感じが。
最近気をつけななっていう話があって、言ったら撮影以外結構気にしてるんよみたいな話してたやんか、みんなに。飲み物とかも控えてとか、その水だけにしてとかさ、でおやつ一切食えへんみたいな。でなんかタイミングでこんな時ぐらい気にせんとこみたいなタイミングもあるわけよ。言ったら友達とそれこそこの前旅行行ったみたいな話だやんか。その時にここで抑えんのは嫌やなみたいな感じとかがあって、そういうの続けたら次の日やっぱり一人で帰った時とかおやつ食っちゃったもん一回なんかそういうのだったらやばいなと思ったけどな。これは水溜りとコラボしてさ、はいはいはい、水溜りとコラボした時にその水溜りが俺と同じ食生活するみたいな感じの動画撮ってて、まあその冒頭で向こうで話したわけよね。どういうこと意識されてるんですかみたいな。いや結構気ぃつけてて、撮影以外ではお菓子も食えへんし水だけやしみたいな、ストイックですねみたいなこと言ってたよ。3日間のうちめちゃくちゃケーキ食うちゃったからな、プライベートで説得力な俺って思ってはずって思って、なんかタンタメどうやった？うん、好き？いや、あの三つ葉が嫌いやから。え？三つ葉がうまいんや。逆に言ったらラーメン屋さんじゃないのに寿司屋のラーメンに三つ葉まで入ってるって本格的すぎるやろうん、あ、おいしい。うん、こんばんは。とんでもない料理になってきました。皆さん見てください、こちら積み上がった皿の数を。向こう側のお寿司がもう半分見えない見えないぐらいの高さまで積み上がっておるということで、3回目注文しました。メニュー数こんな感じです。カロリー的に言えば現在9268キロカロリーでございます。もうゴールが目前ということで、ちょっと今回はたけ焼き好きなものを頼みましても本当にもう関係なく、あ、うまっ、うん、まあ、ちなみにね、そのカロリー数みんな気になると思うよね、どれぐらいあるかっていうのが。握りで一番カロリー数が低いのが赤貝やねんって、68キロカロリー。逆に高いのが濃厚チェダーチーズ天寿司、167キロカロリーで、握り1貫やと一番高いのが大トロ。今日大トロなかったよな、中トロしかなかったんや。で軍艦細巻き部門で言えばエビマヨが一番高い。でサイドメニュー部門で言えば一番高いのが寿司屋の特上うな丼。今日なかったんやけどこれが高いっぽい。でもさ、この前大食い YouTuber の方と同じ食生活っていうのが、さっきどっち上がってるか分かんない、多分そっちの先上がってるかな、ラスカルさんっていう方と一緒にやってるけど、あのね、それやった後だとなんかもう可愛らしく見えるっていうのがもうなんかすごい、いいのか悪いのか分からへんのか。今回ね、飲み物何杯ずつぐらい飲んでるっけ。6杯飲んでるのか。 1.5 リットルぐらい。うまそうやな、大きいポトンブリ本分ぐらい飲んでると思う。大食いラスカルさん1日7、8リットルぐらい食ってきたからな。うん、それ比べたらイージーや、イージーファイ、イージーマニー。あー、あと700ぐらい。ラスト頼みましょう。このままデザート。デザートできるよな、多分な。いける。結構ね、デザートね、あのカロリー高い。あ、そうなんや、うん、注文しました。デザート軍団たちです。これで現在総カロリー数が何もなかったっけ。1万209キロカロリーです。これは食べきろう。どれいく。ありがとうございます。ちょっとこれをじゃあ、はい、それじゃあラストいただきます。あ、うまっ。あー、ラスト1個。1万キロカロリーなんとか達成することができました。まあ、なんせかあれやね、種類が多い、ほんといろんなの頼んでいかなかったっていうのが結構大変でしたね。まあ、それによってなんかこう味変できたからこそ、まあ、こうなんとか2人で達成できたっていうのもあると思うけど、皆さんぜひちょっと気になるなっていう方はこの1万キロカロリーがどれぐらいなのか、マジで1回その外食とか行った時に見てほしい。これどんぐらいなんかなみたいな。意外と低いから、うん、ってことはこれをこんだけ頼まなあかんのみたいな感じの計算なんもんな、うん、はい、というわけでね、今回ね、あの1万キロカロリー企画ということで、食べる前に、飲んだこのサプリおすすめなので皆さんもぜひ、飲んでみてください。タイトルはそのチャック付きのアルミ袋に入ってるから持ち運びとかにも、ね、便利や、ね、簡単にサッと飲めるし誰でも安心して飲めるサプリです。
ずその食べるのが好きな方とか健康的な食生活をサポートします。まあ、今ならね Amazon でもお得に買えるみたいなので、ぜひ概要欄のリンクをチェックしてみてください。ではこの動画がいいと思ったら皆さん高評価、グッドボタン、高評価とグッドボタンは一緒、チャンネル登録コメントよろしくお願いします。じゃあ早速いきますか。はい、はい、ありがとうございました。そして実兄へ、子供2人目おめでとうございます。ありがとうございます。立派な男の子です。テロップ女の子になってるかもしれない。ああそうやな。